ますね。素敵な歌だと思って。あら恥ずかしい。実はね、時々ご飯をあげてる猫ちゃんが行方不明で、心配で心配で歌っちゃうの。ちょっと、ん？クラウド、何でも屋の出番。感情が高まったらつい歌ってしまわない？いいえ、私は。音楽はしないの？子供の頃にピアノをやってました。ママに教えてもらって。あら、いいわね。いつか伴奏してちょうだい。はい、機会があればぜひ。ねえ、ん？その猫、俺たちが探そう。本当かい？助かるよ。私はダーイ、ここの料理長よ。猫ちゃんはニブル山のふもとに住んでるみたい。野良なのに真っ白で、すらりとした綺麗な子よ。そうだ、お腹を空かせてるだろうから、これを持って行って。思い出しちゃった。ああ、俺もだ。結局あいつはどうなったんだ？5年前、村が燃えてる時に別れた。そうか。私が捨てたみたいな、そんな感じかな。生きていて欲しいって思う資格もないような気がするんだ。なあティファ、気になっていたことがある。何？あのティファの猫をどうしてマルっていうんだ？別に丸くなかったよな。ああ、あれ？マルはね、12歳の誕生日に村長がくれたんだよね。その時に村長がこの子はマルだって言ったの。だから理由はわからない。もちろん新しい名前をつけるつもりでいたけど、それより先にマルっていう名前が村中に広まっちゃった。いい名前って思うようになるまでそんなにかからなかったけど、あの頃は私も面倒な年頃だったからな。クラウドほどじゃないけどね。こんな日はモンスターも増える気がする。首に赤い布を巻いていたの覚えてるかな？ああ、そうだったな。あれね、パパが巻いたの。自分の古いシャツを切って、私がもらってきた猫なのにパパの方が可愛がってたかも。そうか。ごめん、こんな話。いや、いいんだ。
声がする。あそこだ、追いかけよう。
マルたちの怪我の具合も確認したいし、一旦村に戻ろっか。連れて帰ったらダーエさん世話してくれそうな感じだったよね。クラウドも一緒に頼んでくれる？ああ、帰ろう。
古山のモンスターがこの辺りまで降りてくるから気をつけろよ。私たちが住んでいた村とは違うもんね。だから村に戻らなかったんだろうな。どうしたの？マル？追いかけよう。ここは診療報告だ。ご用件は何でございましょう？それで、その山での子育ては難しいと思って連れてきてしまったんですけど。ああ、はいはい、心配しないで。これからは私が責任を持って面倒を見るから。猫ちゃんに囲まれ料理するのが夢だったの。ララ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 。うちの子になるなら名前が必要だね。あんたは真っ白で綺麗だから白だ。間違いのないいい名前だろう。子供たちは後で考えよう。いや、その猫の名前は…おや、ピアノが聞きたいのかい？でもごめんね、私はさっきのが精一杯なんだよ。ティファが弾けばいい。いいわね、私もぜひ聞きたいわ。じゃあちょっとだけ。そうだ、せっかくだから伴奏もつけようか。演奏をたしなむ連中を呼んでくるからちょっと待ってて。どうしよう、クラウド、なんだか大変なことになってる。ピアノの練習してたのって子供の頃だけだよ。逃げるか？それはできない。じゃあ練習だな。
正直驚いた。本当にずっと弾いていないのか。クラウドがいるから張り切っちゃった。この子たちのことよろしくお願いします。任せなさい。おいしいものをたらふく食べさせてあげるからね。覚悟しときなさいよ。さあついてきな。ピアノを弾きながらいろいろ思い出しちゃった。ママにピアノを教えてもらったこと、パパの雑なでも美味しい料理、エミリオたちとのお茶会。クラウドは何度誘っても来なかったよね。そうだったか。クラウド一人ぼっちでも平気だったよね。俺のことそんな風に思ってたのか。違うの。平気なわけない。もっと知りたいな、クラウドのこと。時々話そう。うん、きっとだよ。来てよかったね。ああ、マルも戻ったしな。今日からシロだよ。新しい家族と一緒に幸せになってほしいな。Thank you.